く、あれくらいのこと自分でやったらいいのに。って言っても、あの高さじゃ仕方ないか。って、え？何これ？めっちゃ埃だらけになってる！もう、最悪！ヨハネちゃん。わあ！花丸？お仕事終わった？うん。あ、ちょっと待って、背中すごいホコリだよ。え？はい、背中こっちね。さっきのおじいさんの家で屋根裏から荷物を下ろす仕事だったんだけど、すごいホコリで。それは大変だったずらね。はい、こんなもんかな。ありがとう。花丸、てっきりもう帰っちゃったかなって。駅前で調味料を買って、今ちょうど帰るところだったんだ。そうなんだ。隣座っていい？あ、うん。ヨハネちゃんから話してよ。え、いいよ、花丸からで。全然大した話じゃないし。ヨハネちゃんの話聞きたいな。私の話、この2年間どうしてた？2年間？都会に行って、それで、ちょっとずつでいいずら。都会ってどんなところ？都会はすごいところ。沼津なんかより全然大きくて、どこに行っても人がいて、みんなが最先端、毎日が刺激的で。きっと美味しい食べ物もたくさんあるんだろうな。そうなの。見たことも聞いたこともないような料理がたくさんあって。そんな美味しいものを毎日食べてたんだ。羨ましいずら。そうね、毎日じゃなかったかも。だけど、そうなんだ。都会で修行してビッグに近づいたずら。そんな、私オーディション落ちてばっかだったし。ヨハネちゃん、私大きな顔をしてここを飛び出していって、何をやっても全然ダメダメで、何もない空っぽのまま、結局こうして沼津に戻ってくるしかなくて。かっこ悪いよね。ううん、そんなことないよ。そんなことあるよ。花丸たちはみんな自分のやりたいことを見つけて立派な仕事をしてる。チカちゃんもダイヤさんも、私だけだ、何も変わらない。私だけが何者にもなれずにずっと立ち止まってる。好きだってだけで、やってみなきゃわからないなんてうぬぼれて。こんな私なんか、誰も応援してくれるわけないよ。そんなことないよ。この2年間はきっとヨハネちゃんにとってなくてはならない大切な2年間になってたはずだよ。こないだ久しぶりにヨハネちゃんの歌を聴いて、マル、もっとヨハネちゃんの歌が好きになったよ。応援してる人ならここにいるずら。それに、ほら、ちょっと、
君とやっとスマイルアゲイン。